V3 リーグの奈良ドリーマーズを招いて開かれた V リーグチャレンジ2023。 V リーグのチームがない沖縄で子どもたちに間近で V リーガーのプレーを見てもらうためにバレーボールクラブチーム琉球ブルーシーズが開催しました。カテゴリーが、トップの V リーグで、その後に実業団、その次にクラブというふうに分かれていて、僕らはクラブチーム、琉球ブルーシーズはクラブチームのカテゴリーに所属しているチームになります。琉球ブルーシーズは県内唯一の6人制のバレーボールクラブチームです。県内の社会人チームは9人制が主体のため、高校を卒業した後も6人制バレーを続けられるようにと永井さんが中心となって一昨年結成されました。そもそもやっぱ沖縄県に6人制のバレーボールチームが、それこそクラブチームも実業団も V リーグもないので、そもそもやっぱ子供たちがその社会人とかトップレベルの試合を見る機会というのが、もうとても少ないので、子供たちに上を目指すきっかけにしてもらったりだとか、普段からのこのバレーボールに向き合うこのモチベーションを上げてもらいたいなという思いで今回実施させていただくことになりました。小学生と高校生を対象に開かれたバレーボール教室、 V リーガーから指導を受けて子どもたちは生き生きとした表情でプレーします。とても教えてもらってることがためになったし、もっとバレーボールが上手くなれるように努力したいです。初めて V リーグの選手とかに会ってとても嬉しかったですし、レシーブとかサーブの緊張のほぐし方とか教えてもらって、今度の大会とかでできたらいいなって思ってます。午後からは琉球ブルーシーズと奈良ドリーマーズの試合が行われます。格上の V リーガー相手に食らいつく琉球ブルーシーズ。しかし相手のプレーに翻弄され、第1セットを18対25で落とします。迎えた第2セット、チャンスが訪れます。格上のチームと対戦をさせていただけるので、勝ち負けだけではなくて、そういったチームに立ち向かって一生懸命バレーボールしている姿を見てもらって、ああいう大人になりたいなとか、ああいう選手にこう将来なれたらいいなみたいなのにこう憧れとか、そういう思いに変えて見てもらえたらなというふうに考えております。永井さんのブロックで V リーガー相手に第2セットを奪います。その後琉球ブルーシーズは第3セットを落としますが、第4セットを奪い、試合は最終セットにもつれ込みます。上のチームと互角に渡り合った琉球ブルーシーズでしたが、最後は奈良ドリーマーズが V リーガーとしての意地を見せ、セットカウント3対2で奈良ドリーマーズに軍配が上がりました。まあ、悔しいですね、やっぱり。まあ、でもこうやって互角に戦えるというところを、まあ、県民の皆さんや子どもたちに示したというのはすごく良かったかなと思ってます。バレーボールを見る機会が沖縄であるんだなっていうのを感じてもらえたらすごく嬉しいですし、これっきりじゃなくて
こういう活動を継続的に続けていくことで県民の皆さんとか子どもたちによりまたバレーボールが身近に感じてもらえるかなと思うので、また引き続き応援してもらえるように頑張りたいなと思っています。